加賀温泉郷、山城温泉山城温泉古草湯は土を、学堂山城温泉、薬王院温泉寺山城温泉は、石川県加賀市にある温泉。加賀温泉郷の一角を占め、合わず、山中、片山津と並ぶ、県下有数の温泉である。また、加賀市の町名となっている。硫酸塩、泉系と単純温泉系の2種類の泉質の源泉が存在する。 北陸三県で最大級の温泉街の一つである。石川県においては山城、山中、片山津という順序で温泉地が呼ばれるように、その順序で大きさを表すものと言える。観楽温泉としての知名度は高く、近畿地方では男性が山城に行くといえば大抵、女遊びに行くことを暗有すると言われるほど、戦後は、 歓楽温泉として著しい発展を遂げた。共同風呂、山城温泉浴殿は、半世時代から続く共同浴場である。また、近世には国谷を再興した、吉田野洋が置かれた場所で、今もその流れを汲む釜場があり、観光客に人気が高く、釜跡の展示館もある。古来より、多くの文人木閣にも愛されており、中でも美食家であり、 芸術家としても知られる北大子露山人の偶挙跡は現在、イロハソアンという名前で観光名所となっている。和津千を学堂はベニガラ講師を基調としたオープンスペースで温泉街散策のたまり場、様々なイベントが催される。2009年8月2日に新宗湯が開業した、1300年の歴史とされる北陸随一の古島、行基による、 海遊伝説がある。平安時代末期には、現在、温泉地内に、薬師如来が祀られている、薬王院温泉寺の基礎を築いたと言われる、明里市商人により七道伽藍が建立され、町は、大いに賑にわったとされる。寺の境内には、目隠し山と呼ばれる、明里市商人供養の石像五輪塔があり、現在は、祠が建てられている。戦国時代には、 明ケッ秀が訪れたとも言われる。山城温泉は共同浴場の支柱に温泉旅館があり、さらにその南側に農家や商家が取り囲む空間構造を持っていた。旅館数は18世紀には18件ほどを数え、以後戦後まで基本的にこうした町構成が続いた。明治時代には多くの文化人に愛され、芸術家の北王子・露山人、詩人の与謝野秋子が、 その代表格である。山城のユナは、明治時代中期にはすでにいたが、大正中期に、日本初の旅行温泉ライターの松崎天民が、記した、温泉巡礼記で、山城のユナが紹介されたことで世に知られるようになった。戦後は、北陸本線の電化北陸自動車道の開通に伴い、関西や中京の奥座式として発展した。 1970年に、最寄りの作見美駅が、加賀温泉駅と解消し特急が止まるようになり、集客数も増えた。最盛期には、年間250万人以上の人が訪れ、同時に、日本有数の観楽街も発達した。しかし1980年代から、客足は、次第に鈍り、バブル崩壊以降に伴って、宿泊客は減少し、 最盛期には50件を数えた宿泊施設は半減し、県内トップだった宿泊客数ものとにある和倉温泉にその座を奪われることとなった。ありがとうございます。